はい、皆さんこんばんは。いよいよ出発します。で、前述べていたことですね、まあ、ドイターのバックパック、前タトンカのバックパックを持ってたんだけど、壊れてしまって、新しく、まあ、同じドイツなんだけど、ドイツのドイターというメーカーのバックパックを購入して、これをね、これから使用していきます。これがドイターのエアコンタクトの85リッターです。前にはさ、75リッターでした。で、65プラスここの機質が10リッターなんで、ここが10で、ここ今75なんです。ここがね、85、前はここが10で65で75だったんだけど、10リッター増えました。前のやつはね、結構撮影機材増えたのもあって、結構急急に増えたんです。で、ちょっと破れちゃったんだけど、7年ぐらい使ったんだけど、今回のやつはちょうどいいです。見てください、これ。で、これ大体何キロぐらいかっていうと、大体24キロぐらいです。結構重たいです。だからちっちゃい小学生の子供をずっと背負って1日10キロぐらいこう歩くような感じですよ。なので結構重たいですけど、まあ慣れてます。こんな感じね。だから結構この体力ないとね、さっきなんかそのバスとか乗ってたらね、バスで結構ね、こうと持つの大変そうでしたけどね、ここら辺引っ張ってこうやって持ってこうとしたけどね、いや、ここじゃ、ここ持ってくださいって言いたくなったんだけど、結構外国だとね、乱雑に、特にも日本でもそうなんで、だんだん疲れて、これ破れちゃう、切れちゃうんじゃないか、ちょっと心配になりましたけどね。まあ、これがドイツのエアコンタクト、85リッターです。色は、まあ、割と目立たないような色をしたんだけど、こんな感じです。ただ、まあ、いろんなとこバッグありますけどね。だからこれで背負って、これから行きます。大きいですよね。まあ、気合入れていきます。だから、いろんなバックパックあると思うんだけど、皆さんの用途、期間とかね。まあ、撮影機材そんななければこんな75と85はいらないと思うんだけど、65ぐらいあればいいんじゃないかなと思うんだけど、撮影機材がいくつもあって三脚とか入れたりとかねするのであれば、このぐらいあった方がいいのかなって感じがします。まあ、ただね、まあドイターということでね、結構やっぱいいですね。まあ、こんな感じです。まあ、これからまたね、このこれをね、また背負ってね、いろんなとこ行きますけどね、紹介していきます。